今回は、レコードクロスの何個目 ?4 個目かなにやっていきたいと思います。メンバーが、今回共鳴するシリーズのキャラのみで、ここが結構バランスがいい気がするんだよね。回復がね、追いついてくれたらいいけど、フォローも1人だから、2人いないと結構不安になるんだよね。フレンドさん、モッコさんの鉄壁を使います。ここはね、スローを入れなきゃいけないんだよね。はい。とりあえず、1戦目で鉄壁使っちゃうのはもったいない気がするから、ちょっと使わずに。よし。お手が入れて、入ってスロー。入んない。まあまあまあ。一緒でね、入らないんですよね。手でバーも結構ダメージ出ると思うから。うわ、きつい。耐えて、うおぉ。ギリギリ。あーやば、こっちは跳ね合ったけどきついな、打っちゃいたいな、必殺技だな、もう耐えてよ、動き早いよね、スロー入れてるのに。頑張れ、もうちょっと耐えて、耐えたこれ次危ないな、オッケーオッケー、消えたけど一撃撃たれたら終わるもんね。運だね次運だね、イエー、レベル上がらないってどうしようか、次がここがクロマ同士を連れてくるんだよね。その魔力を下げて、このスローね、ここもスロー、はい、いけるかな、ちょっとケアルガが間に合うか間に合わないかっていうところが、ここは鉄壁を使っちゃおうかな。ああ、遅い、しかも。あ、喋るんだ。ターゲットしないと。しなくていいかも。いや。間に合いませんでした。よし。お、いいね。溜まってる。じゃあ、フランさんで、鉄壁を、包装に入れて、ダムザは叫んで、こんな感じで。オッケー、間に合った。これでね、多分大丈夫。でよし、敵も入ったし、これで多分安定するかな。ここもスロー入れるんだって忘れてた。そうだね、もう後ろの魔力を下げればいいんだよね。下げてナムさん
ムズに灰混ぜつけてるから、できる限りあまりね戦いを伸ばしたくはないんだよね。入った、 OK、 ナイス、超ナイス。オッケー、いい流れ、いい流れ。これでいけるかな。おお、ナイス。オッケー、ここはよかった。 HP もみんなあるから次も大丈夫かな。あ、でも叫ぶが止まってないね。まあまあまあ、はい、えい、次も引き連れてくるんで、気力下げて、その状態にする。はい。手前にいるんだっけ？動き、動き。あ、でも横フランさんだ。手前から下げる？いや、奥から下げるか。よし。マーカミスったかも。あ、よかったよかった。千春が入れた方がよかったかなと思って。オッケー。入ったね。これで、武器力下がるよ。よしよし、シンクロ入れようかな。今兵器とかかってないもんね。入れよう。あ、ダメだ、溜まってない。でも次で多分溜まるね。ちょっと、なんでそっちに打ってるの。ターゲットしよう。よくないね。いいダメージ、いいダメージ。叫ぶ来たね。こうやって、で、よし、これでいいんじゃないかな、一気に捨てるんじゃないかな。おお、強い。ストッパー、これも結構出るんじゃないかな。さっき2000だったよね。4000ぐらい。おお、6000。強い強い。よし、これで落ちないか。ギリ残るか残らないかぐらいか。9000なのか。あ、残ったね。つけてるから危ない。
けそうかな。もういけそうかな。これで終わんない？終わんない。オッケー。個人的に最初が一番きつかったな。ジャンプがね、きつくて。よしよしよし。フォローもあと270だって。次つれていくとき、あれだね、レベルが上がりそう。すごい。嬉しい。もう昨日なくなっちゃったから嬉しい。はい、次がこれ10月3日の月曜日。これでもあと1と3とあと何位か、だから行っちゃうかなと思って、ここもうこれだけ共鳴するようになったから。まず、あれね、歯だよね。ジョーはまあ終わらせてるから、歯だよね。で、次が問題なんだよね。相当難しいんだよね。ちょっとうちの装備でいけるのかなっていう不安はあるけど、あれだよね、確か各シリーズのキャラクター1体ずつじゃないと強くなっちゃうみたいな感じなんだよね。同じシリーズのメンバーを連れていくと全てのポジションのステータスが上がる。なるほど。ちょっとね、でもとりあえず、あれなんだっけ、とりあえず歯だけまず行こうかなと思います。はい、じゃあバイバイ。